はい、ドライブイン七越に来ています。今日はね、2016年8月の17日です。ミルクコーヒー160円。ちょっと中見てみましょうか。いよいよね、レストラン部門、再開されたみたいですね。LED ライト300円。大会じゃなくて、テレビですね。談話室です。談話室が設けられています。面白いですね。バッチリ。こちらがね、すべてチーズバーガーになったのかな。トーストタンド200円。ピザ、ハム、チーズ売り切れ。チャーシュー麺350円売り切れ。すごいですね、売り切れが続出です。ゲームセンター部分はいいかな。瓶のコカ・コーラ、110円ですね。一番下はね、ハイシーです。そうですね、何にしましょうかね。
いいよ。まあちょっと考えますね。はい、決まりましたよ。ラブのみメロンクリームソーダです。うん、ありがとうございました。